どうも、えー、どうも、ジェリンです。どうぞよろしくお願いします。終わった、待ってこれ本当にあ終わったっていうことで、もう本えー、まあちょっと今日はね、まあ悲しいお知らせがございますっていう、うん、上下から、なんで老質ってこと、どういう意味だよ、これもうか。漢字をいきなり、え、まあもう本当終わったなっていう、うん。 ここまで頑張ってきたけども、えー、ジェヌインタンも、限界すってことで、マジで。ああなんなんだよっていう。なんか まあちょっと昨日、え、なんだって見えて、なんだって見えて、そうです、私があ変な、変な、誰が変なお話したよっていう。おぉ、まぬし、まぬしね、どうぞよろしくお願いしますっていうことで、そうそうそうお。まあちょっとね、昨日、まあ本当に未曾有の体調不良っていうことで、まあビオラ、まあちょっとビオラのことはしばらく忘れてみんなみたいな。うん。早速圧縮音声。なんだよ、その圧縮音声ってのは、パケットがないんだよ。 もうちょっと我慢してくれ。ちゃんと回線引くから。もう、もうちょっと我慢してくれっていう。うん、そうそうそう。いうことで。もう、まあ、ちょっとここまで頑張ってきたけど、えー、ジェヌインターン限界ですっていう。うん、まあ、昨日な、ちょっとなんか本当に体調がまあクソ悪くて、あれなんなんだろうみたいな、うん、感じがあったけど、 マジでまさかこんなことにつながるとはっていう、はあ、まあ昨日の、ね、配信を、うん、あの見てくれたまあ人ならお分かりかと思いますが、はいまジェヌ・えー、インターン、本、ま、当、あ、高熱で入院、ツ、ま、の、あ、ジェのジヌ・イン、ジェ入院みたいなね、そうそうそう、あのーまあ、病院もまあ行くと金、ね、取られるんで、まあ自力でとりあえずあの微熱まで下げたんだけど、まあ、昨日、 うんまあ、38度、まあ、その後ねもうは結局、配信終わったっともう1回測ったの39度超えた、マジで。今は下がった、ま,あ、まだ微熱断じだけどね、微熱断じだけど、37点ちょい。うんだけど、まあ、なんとかやれ,やれてますよね、みたいな。まあ、でもあれが、まさかこんなことに、ま、つながるとはっていう、マジで。うん 悪性毛髪炎っていう、毛髪関係ねえだろ、だから俺、これ。何回見て毛髪関係ねえだろっていう,う。社長なのに病院通えない。金がないんだよ、だから。う金がうな、全くないっていう。うん、もう、本当な、もう、ちょっとでもこれほんとピン、まあ、ピン、ピンチってことで、うん、あの、まあ、昨日のその、まあね、高熱、うん が、いやお尻から、お尻からは、まあ、血とか出ない。まあ、ほんと苦しかった、マジで。昨日の夜は。うん。昨日の夜は、もうほんとね、もうほんとほ,ほぼ泣いてた。マジで。<laughs> 痛い、痛い、痛い,痛いお母さん、みたいな。泣いてて、 もうまあ、こういう時にな、もう彼女とかがいたら、もう本当にちょっとなんか慰めながら、私の胸でお休み、パカッちょっと父も回せろみたいな、もうそういうのができるのに、もう一切ないっていう,もう、本当終わってるよなって、マジで。 にがやんっていう君ら、大体俺を痛めつけても,もう満足して帰ってるんだろうがっていう、もうちょっと優しくしてくれよっていう、うん、嫁募集してるよだから、絶賛大募集だろっていう、おそうそう、まあ、まあ、ぶっちゃけ俺が言うのもあれなんだけど、単勝500倍にかけますかみたいな、うん、まあそういう脅威でね、あの全、ー、乗りしてくれる人大募集ですみたいなお、何を言ってるか聞き取れないっていう、もうな、それはもう、あのなんだろう、テレパシー。うん あの電波で聞き取ってもらえませんかみたいな。もうちょっとかいこれほんっとでも回線で治るのこれ。ぶっちゃけ。治んのかなおちょっとよくわかんないんですけど、みたいな。おプロバイドを埋めえてい、ねい。いつの話やねんみたいな。いつの話やねんみたいなね。ありがとうってことで、うん。まあ、こっからだよ、こっから、うん。次が大事。うん、やっぱり A クラスまでポンポンポンといかないと、まあ、うま、ん、あ頭打ちきちゃうよね、みたいな。うん、だ次が大事かなとは思ってる。 うん、だから、まあ、ここの B クラスはもう一発で上がろうぜみたいな、そこはやるんだけど、次の、その、オープンになった時に、あの、どう、あ、どうも、クルスさんあの、本日も来てくれてありがとうございますってことで、えー 地方競馬ででてますですどうね、あのまあ、ちょっとおまぬしとは関係ないんですけど、熱中症で39度、まあ、超えっていうことで、ちょっと彼女いないんで、誰かちょっとあの、看病してくれって募集したんですけど、誰も来ませんでしたっていう、はい、冷たいリスナーが集まるこの配信ですってことで、は、まああのこの度にね、JRA の資格も取りまして、このコミュニティでシンバの場面を募集してます。来年はなんと JRA にデビューするかもよ、どうぞよろしく、よかったら、コ,コミュニティの掲示板に書いていってね、あっ、クソ、収まらなかった、これ。 もう最後までこれ収まらないよねみたいなお。今来ました、ビオラそんなに悪いんですか。まあ、そんなに悪くはないよ。うん。一口じゃねえよ。もう一口って女もマルシじゃねえから、まず。何度も言ってるけど。うん。一口はマルシじゃないですっていう。うん。B クラスだと強いよね。相手に結構いい馬だったのにはしう。そうそうそう。だから、まあ B クラスって結構ね、流れも緩くなりがちなんだよね。A はそうはいかないけど。うん。 だそこはもう、まあ、しっかりやりましたよね、みたいな、うん。そうそうそう。うん、まあ、ほんとね、あのプロバイドがいるから、俺の、今今の俺がいる。うん、一口、全口です。はい。もうほんと、一口とか馬主じゃないんで、全口しか馬主じゃないんで、そこはよろしくメガドックってことで。うん。えー、馬、まあ、もう熱中症っていう。あっ、よくわかったな、みたいな。おぉ、ということでな、まあ、ちょっと今その話をしようと思ったんだけど、まさかの、えー、 まあ、ジェヌインタン、熱発が、えー、ハレオに移りましたってことで、ハレオ、お前、ちょっと先週添え、今週、ね、<laughs> 熱発熱みたい、いつ使えるんだよっていう、マジで。おビ,オビオラは、まあちょっとこう、まあ、若い人で見てる。ハレオは、なぜか、馬主の熱発が移るみたいな。お 国先生から電話か電話ではないか、あのなんだ、あのメッセンジャー、うんえー、すいません、ハレオ、熱中症、かっこ熱発でお休みさせていただきますみたいな。お使,え使えないの一番厳しいんですけどみたいな。ハレオとハゲオ似てるねっていう、ま。文字だけはねっていう。おまあえーそうまあ、もともとはそあどっちハレオハレオはもともと添えで、今週使おうかなと思ったら今度熱発みたいな。おマジで。 もうちょっと、もうほんと走ってもらえませんかみたいな。そうそうそう,う。晴れを3ヶ月。いや、熱発だったら別に1週間で普通に戻ってくるだろうがっていう。うん。そうそう,そう。まあインフルあったねっていう。インフルなのこれ熱発、熱中症って言ってた。う晴れを年中熱出て,てね、巨弱さ。いや、本当な。いや、なんか、熱出るわ、添え出るわ、鼻血出るわ、みたいな。お 体弱すぎませんかみたいな、うん。あれはサボり癖やんなんだ。まあ、本当、普通の馬だったら、もうとっくに、じゃあ引退でって言うんだけど、まあ、俺がな、俺乗ってるからな、この馬に。うん、競馬で俺自身も三浦リターン受けてるから、まあ、そんなにやすやすと引退させられねえみたいな。うん、そうそうそう。え来週の東京37度だってよっていう、上がってんの、いや、本当、俺ね、昨日死にかけたから、マジで。 お負けた負けたみたいな。勝ったごめんなっていう。うん。を今月は熱波、熱中症です。来月はちょっとクーラー引き続いて冷房病です。みたいなね。やめろみたいな。そうそう。う晴れはニートなんです。本当な、マジで。ネオニート晴れよこれお。いい加減にしろっていう。うん。今日、の賀県は38.3度っていう。まあ、でも、それがだよ、マジで。5号の強さだよ、これ。まあ、今週ね、あの、えー、土曜日。うん。 あの、に出走予定なんで、まあ、その辺はまたお届けしたいと思うんだけど、そうそうそう、ハゲー、ただの悪口かよ、みたいな、晴れを社長、別に、晴れを晴れを別にメインじゃないからね、そそうそうえ晴れを来月はな、な,なんで休よっていう、来月なんで休だ、発、熱発でまた休、今週出る予定だったんだけど、あの、熱発回避みたいな、うん。 ハレオ社長、ダバどうも、俺の代わりに走れということなんだから、マジで。お前が走れよっていう、マジで。能力はね、あるし真面目なんだよ、実際は。おただ、本当、虚弱体質。どうなってんのみたいな。おロバノシさん、こんばんは。サラブレッドです。JRA です。っていう。55と対局にハれオよ。って。本当な、クソ丈夫。55、マジで。おむしろ、なんか、国先生も助かってますっていうぐらい。うん、なんか、クりげって弱いのかな、そういうの。なんか、あると思う、俺、そういうの。 おそ,うそうそう、いつも草競馬楽しいですかって、楽しい、まあ、俺,俺自身がまあ乗れるのは草競馬だけだからあの、めっちゃ楽しい、やっぱりジョッキーとしても、俺自身や,やってかなきゃ、やっぱその対等におあの競馬場で、まあ、プロのジョッキー、やあとは地元の JRA とか、まあ、地方競馬でちゃんとそのジョッキーと一緒の話。 っていうのを、していくっていうのが、まあ、同じ目線でね、していくのが大事かなとは思ってる。うん。妹劣化したっていう、まあもう3人産んでるからね、まあ相当、まあ劣化はあると思いますっていう、うん。えー、草競馬専用派で、<laughs> ほんと、草競馬で2層使って、その後なんか、おまあ、リアルに何層、3層ぐらい、うん、しか使ってませんがみたいな、おなんか、何ヶ月、もうすぐなんか、次の草競馬始まっちゃうよみたいな、そうそうそう。 まあいうことで、まあ、仕方ないけどね、まあ、あの無理にそこで使ってもね、まあ、どうやって話なんで、まあ、それは調教師の先生が休ませますって言ったら、もう、まあ、そうですかみたいな、うん、もうちょっと水とかね、あのー、ちょっとなんかミストとか入れてもらえると嬉しいんですけど、みたいな、おだったらお宅払えみたいなね、まあ、そうなってしまうんで、ちょっとまあ、まあ、無理ゲーみたいな、うん、え新日も落馬しながら一着入選してほしいっていう、まああの的場ジョッキーだっけ、うん、俺はちなみに入選後の落馬だったら、あ,のある。 お馬止められなくてね、おハレオで一回やってる、それ。おあの落ちながらっていうのはなかなか難しいよね、あれ。おまあ、ちょっと危ないけどね、うんそうそうう、カレンダーにあった妹さんの子供の名前は読めない。えーとね、15日は陸、おでその弟が直。で、一番下が雪。全部2文字なんだよね。そうそうそう えー、まとばも入選後だよっていう。入選しながらじゃなかったっけなんか、ずるずるずるみたいな。うん。入選後だっけうん。まあ、俺、入選後、まあ、軽くキャンターに流してさ、戻ろうかって言ったら、あの、スタッフがアホだから、あのー、なんだ、その、要は、コースの壁のその扉を、あの、俺は拉致を開けちゃって、その拉致に馬が飛び込んでって、俺らがまっすぐ行ってしまうみたいな。うん。そう、そりゃそうなるだろ、みたいなね。うん。そうそうそう。<laughs> エクゼムゴールゴ楽クはした、ね、メ名バーなんじゃねっていう。まぁ、あ、ちょっと出たったらねあの、あの、この熱発から帰ってくる、おハレオにご期待くださいっていう。そうそうそう,おう。え、ブヨ、次はブヨ、最後はブヨ。全部ブヨじゃねえかよ、これ。全部ブヨじゃねえかよ。よく育ってるわ、っていう。うん。で、なんで終わりなんだよ、っていう。だ,だからお前、いつ使えるんだよって、これ。おお。おぉ、去年の、まあ1二1一月に草競馬して戻して3走しかしてないんだけど、この半年以上経ってるのに。おお。これ中央競馬じゃねえから、マジで。 おどうすんだよっていう、金が、金がいくらあっても足りません、この JRA に参入しなきゃいけない、大事な大事な、この、まあ,あ、JRA 元年の俺にとってみたいな、うん、マジで、うん、稽古って書いてあるけど、お前がレイプした元嫁違うわっていう、妹や妹っていう、うん、地方ハゲどんなハゲだよ、だから、うん、えー、なんて読んだっけ、これ、あ、これね、あの、あれだよ、旦那さん、うん、ひろのりってこれで読むんだよ、ひろのりって。 おこれ、なおじゃない、それは。おこれはあの、もうっ子じゃなくて、あの旦那です、う,ん、うちの子男の子だったら身長あったのっていう、まあ、37.5。 ま、あ微熱断じみたいな。うん。ちょっと恋してますみたいな。ま、あそんな感じかな。うん。ニート集めるお前が悪いっていう。そんなもんな。ニートって分かってて買ったわけじゃねえから、マジで。おお、どうなってんだよって、マジで。そうそうそう。まあまあ、でもね、その、熱い。まあ、俺がだから、俺が熱発するぐらいだったから、それハレオもするわ、みたいな。おお、だその苦しみわかる。おお、で、あとは、まあ、ハレオは、なんていうのやっぱり、うん。あの、一緒に、うん。ここまで、 まあ、ここまでというか、あの、一緒に、俺もレースに出た中だから、おまあ、頑張ってほしいな。ちょっと甘い、甘いかもしれんけどね。そうそうそう。えー、すばらしい。ありがとうございます。っていう。うん。地方での感銘何にするのっていう。まあ、今まで通りで行こうかなと思ってるけどね。あんま、うん。あんま考えてないんだけど、まあ、変える、変える、変えても別にいいし、まあ、変えなくてもいいかなって、うん、思ってるけどね。それこそ、 うん、まあ冠なしとかね、もうちょっと先の話かもしれないけど、絶対熱中症やわっていう。まあ俺は,、ね、俺は熱中症だったよ、多分だって翌日普通にだって、おな,な,なんだ問題なしみたいな。そそそうそうそうスマイルっていないかっていう。いない,い,ないってどういうことっていう。待つのはだめだよ。もう完全に痛い馬主やんけみたいな。お待つあ、なんかかっこいいね。でもなんか自分の名前入れるって、ちょっと痛くないみたいな。 髪なし髪の毛なしどういうことやるんだから。うん、なんだかリなしか。カンムリナでもいいかな、みたいな。マッツっていいね。うなんか英語読みができる冠リだったらいいよね、みたいな。うまあでもまあ、今、変える意図がそれほどないみたいな。お真の。まあね、っていう。それも,それも名前だしね、みたいな。マツノからパイン。 まあ、よくあるよ。パインダサくないみたいなね。スマイリーにしようって。菊池じゃねえかよっていう、それ。松のフラッシュそれもだ、かんむじゃないからっていう。チンパンは関係ないって言ってるだろうっていう、おいうことで。まあ、ちょっとね、ハレオの写真とかが、まあ、一枚もないっていうか、まあ、あのね、ね、もちろん、競馬を一緒にしたときは、あのー、見てるんだけど、写真が、あまあ、動画があるか。お大原さんが上げてくれたね、動画が、まあ、あるんで、それぐらいしかないんだけど、みたいな。うん。 えシュボバなんて恥ずかしくない場面がいいなってまあシュボバはね、本当にスー、なんか 0. スーパーでしょうだからその7000頭生産がいて、まあ、そのうちのね、1桁でしょって、0. スーパーだから、まあ、まあそこ気にしてもね、みたいな感じはあるけどね、うん、そうそうそう、じゃあちょっとこれ戻ろうか、デートデスクトップってことで、うん、えー、どうも。 どうも、ジェニンです。どうぞよろしくお願いします。ってことで、まあ、今日も引き続き、えー、ジェニンたん、熱発です。ということで。まあ、でも、生命の危機は超えたから。アンドモア、その他、大勢にならない。中心地採用。 どうですかって悪くないと思うよ、うん、あのなんだケイムホームとか、ケイムホームの由来ってままあ、まあみんな知ってると思うけど、あの何度こうあのセリに出してもあの売れずに戻ってくるから、ケイムホームって名前つけたみたいなね、うん、そうそうんそそ最初のテンションだと、おまぬし辞めるのかと思ったっていう、どのテンションだよみたいな、どどど本日の配信、うん、いやもう本当に辞めるレベルだった俺は多分自殺して、る何も言わずに消える。 お馬主は俺が、まあ、生きてる証、働いてる、あの、理由だから。うん、そうそう、うん。え、新一は誠は英語でトゥルーやからトゥルーでこ、トゥルーっていなかったっけおうそう悪くないけどね。おう誠、スバルピエロみたいな。おうそうそうそう。うえ、熱を測るコーナーはまだですかって。だ、熱はだから37点ちょいよ。ちょっと今、あの、体温計手元ないけど。うん。だ、もう下がって下がってる。まあ、ちょっちゃっ ねっていう、うん、シゲルみたいに新一を冠にしませんっていうね、うん、もう最近だって、ル会長もブルベアでしょブルベアなんとかとか、うん、うん、あっちでやってるからね、そうそうそう、これちょっと久々見るか、バハレーレオ君出てるからねっていう、うん、ちょっと小原さんの動画を見させていただきましょうっていう、うん、わっていうのかな、これで、うん、ちょっとこれねっていう、うん、いや、これもね、ほんと、なんか懐かしいよなっていう、うん、これ、 今思えば、ようやったなって俺自分でも思うけどね、これね。おうん。それでこの前日、これ晴れをね。おん、これ晴れを。おん。まぁ、あ、ジョッキーは俺ってことで、うん。待つの待ってるぜて。俺は待ってるじゃねえかっおよくやったなって俺自分で思う、ほんとに。おん。マジで。おん。晴れもな、こん時相当気合い乗ってたのこれね。おん。マジで。おん。これね。おん。 いいと思いますっていう、うん。前日、前末の。まあ、そんなあのね、何回も言うけど、俺が通しても、自然境が通さんねえみたいな。うん。なんだっけ。いや、再放送わけで今日一応晴れをが、まあ、ちょっと熱発かましてしまったみたいな。うん。っていうところがあったんで、まぁ、あ、これぐらいしか見るもんねえなっていう、おはるさんをちょっとね、作っていただいた動画を、しかも晴れを控える材料がないっていう。それぐらい出てないっていうね。うん。そうそうそう。 っば車内のとか、PL、だろうなっていうまあ、これ、レプリカで売ってたやつ、うもちろん,、うん、今年からは、まあ、俺自身が、おうあの自分の、まあ、JR の勝負服で出たらいいよね、みたいな、うん。そうそうそう、うあ終わった、<laughs> 終わったっていうね、そうそうそう。 えー、こ,んこの勝負服は通らないかっていう。どれどれこれはまあ,あの、謝罪だから無理だよ。もう登録済みっていう、うん。偶然なんだけど、スマイルプラス植物名って走りますよね。おぉ、スマイルクローバースマイル、プロバイド別に植物じゃないけどっていう。おぉ、スマイルジャック。 ジャックとマメノ木みたいな、ジャックはけないよなみたいな、そうそう、うん。熱発熱 <laughs> まあ、これ普通にただダグ踏んでるだけだけど、これ俺ね、これ俺だよな、これ。そそそうそうそう えー、渡先生が厩務員にするとか、贅沢、贅沢やね。先生を厩務させてしまったみたいな。そうそうそう。これ俺。うん。そうそうそう。こんなもんかうん。あと、ま、あ写真ね。うん。写真が、回りましたよっていう。うん。えー、諸を作る専門の職人がいるらしい。いるいるいる。うん、えー。西野公美心配してるよ。マジで。ちょっとな、その心配っていうところを、本気でその心、 超かわいいんですけど、マジで。ありがとうございます。これ多分、俺のことを思って。ジェヌンタン、熱発大丈夫チュッチュワンセクアリを見て。バカ早く来いよって、これ。早く飛び込んで来いよっていう。マジで。そうそうそう。スマイル、プラ植物名は怪我も多い。あ、そうなんだ。うちの話うん。あ、まだ結構あるね、これ。何個か。うん。れうん。 ま、これちょっとね、軌動で、みたいな。なんかやっぱ痛んでたよね、これ。おー。なんか、軌道鼻字おー。もう熱発ってもう、どこまでなんだよ、みたいな。そうそうそう。あ、そうだ、ちょっとな、俺のも、そうか。あの、ちょっと一回ちょっとカメラに戻していいおー。え えパケットパケット使うようだ。もうこれぐらいしかねえよっていう、そうそうそう。一回でも重症を勝てれば、すると思ってるんだけどなっていう。まあ、重症って、まあ、中央の重症もちろんそうなんだけど、まあ、地方の重症と勝ってるしね。うん、そうそうそう。うまあ、金で言うと、もう当然中央なんだけど、まあ、重症っていうか、一生しただけでもできるけどね。おうん、もう地方の、だって、なんだろうオ、オープンの倍ぐらいみたいな。うん、そうそうそう。 えー、2歳重症を勝てるように、早熟のまねらいってい。まあ早熟っていうのは、ある意味走らなくなった時の理由だけを言ってるだけでお、やっぱ短距離だと、ここをやっぱりあのシンプルに狙っていくのが大事だと思うけど、うん、そうそう、中古買うなよっていう。まあでも俺はやっぱ、まあの、岡田総帥マジリスペクトなんで、そこは続けていきたいと思ってるみたいな。うん。そうそうそう、えさっき止まってたマジでっていう。もうなんか最近よく止まるよねみたいな。おあ、そうそう。で、えっ、ー、と、ちょっとなあのー、 これ Facebook なんで、君らにこうちゃんと全部見せられないみたいな。おちょっとあの、個人名とかね、あの本名とかいっぱい出ちゃってるからね。そうそうそう。なんで、えっと、ちょっとこれはあの、今、準備をしなければいけないんですけど、みたいな。そうそうそう。えー、ギャーギャーじゃねえよっていう画面から一周がするわけねえだろ、みたいな。 そうそうおーえーとえー、っとえっとこれでちょっと待ってよえ な,あなあちょっと本当に、でも、ああ確かになんかお、確かになんかちょっとこう、なんだろう、画像とかが全然今、Facebook の画像出てこないんだけど、みたいな。ずっと圧縮音声。圧縮音声って、おな,んなパケットなのかな、これ。全部。全部パケット、これ。そうそうそう。まあ、いいかも、もういいや、じゃあもう、なんかもう、あの、 全然データが届かないっていうことで。うん、そうそうそう。え、も戻,戻ってここで戻るのかよここで戻るのか今もうなんか、あの、今、罰を押したところなんだけど。うん、そうそうそう。え、PC とスマホのせいって。まあ、だから、まあ、パケズマリでしょうん。パケシでしょお、ん。まあ、だからしょうが、しょうがないよみたいな。うん。まあ、ちょっとデスクトップ戻るんだけど。おえ、そういえば、メッセンジャーでメッセージ送ったりささんに返事したっていう。だから、メッセージ届かないもんだって。 お承認してないから。うんだかそこ。怒られても無理だよっていう。おうそうそうそう。まあなんとかなーもうちょっと晴れようかなもう、その一番やっぱり馬できついのが、怪我。うん。もう怪我してしまうと、どうにもなんないよねっていう。マジで。うん。だここはほんときつい。<laughs> あ,あ。マジで。うん。 なんで、まあ、ちゃんとやっぱね、まずは使えるように、うん、なってほしいなとは思うけどお、そうそうそう、怪我っていう、その怪我じゃねえよっていう、その怪じゃなくて、毛髪じゃなくて、おあの、あの、擦り傷、切り傷みたいな、そっちの怪我だよみたいな、そうそうそう、ただな、まあ、かわいい、かわいいつなんだけどな、こいつ。 おーマジで。坊主にしよう。なんで坊主やねんだから。誰が坊主やねんって。いう中古買ったお前が。いや、まあ、ああのー、別に、なんて言うんだろう。中古だから、別に熱発とか鼻血吹くとかっていうのは、ほんと最悪のパティーンなんだけど、おなんて言うんだろう。あの中古が全部あるわけではない気はするんだけどね。おーそうそう、うんえー。今日のヤフオクどうなったっていう。ヤフオクなんて買ってねえよっていう。あの楽天オークションでしょ。うん。あ、今日やってたのか。あ見てなかった。見てみようか。おん。 えっと、楽天、オークション、あ、ちゃ、なんだっけ、サラブレットは、サラブ、ブレッドオークションと。お見てみよう。うん。マイネルすべて悪いじゃんっていう。まあ、それは俺がマイネルしか買ってなくてっていうところと、一投目は、まあ、ぶっちゃけ、もうほんとクソ馬だったっていう。おお何の、 基準もないときたからだからこれは結構ね、ちゃんとしてるんだけど、ね、どうなってるのね、どうもなんか、もう俺が乗るからみたいな感じで買うぐらいしかないよねっていう、うん、だから、まあ、ハレオもね、そんな期待して買ったわけではないけどねっていう。うん 感じなんだけどね岡田総裁のリスペクトはもちろんあるよっていう、おうそうそそそうう、えー、そういうことだったんですね、友達リクエストを直しましたっていう、はい、すみません、申し訳ってことで、そうそうそう,う、なんで、まあ、なんて言ったらいいのかな、本当に、うー、まあ、中高、確かにいまいちってあるかもしれないけど、でもこうやって勝ってんだもん、ほらほら、レコードタイムで優勝とか、お普通に160万の馬がよ、お 絶対いいじゃん、これ。マジで。うーん。だろって。そうそうそう。もう、デコード更新という快挙みたいな。うん。すごくないこれ。おお、160万。ロードアルティマ。ロードアルティマ悪くないよね。うん。ま、俺、買っうかったら買わないけど。そうそうそう。じ、じって。うん。じって。うん。だから、こういうのもいるよっていうので、あの、すべてのもが悪いわけではない。 うん。だからそこはもう引きの問題かなと思ってるけど。うん。オードアルティメが渋いなっていう。一応ね、俺もね、あのリストには入れてんだよね。ただまあそこでちょっとまたリスクを犯していくんだったら、うん、まあオードの決闘で、 あの先生を安心させた方がいいかなとは思うけど。うん。オークションに出た、出た、芝居行けそうな馬、レイナ・デルビエントっていう。まあまあ、その芝居行けそうなのに中央からも降りてきてる時点でちょっと考えようぜ、みたいな。う逆なむしろ逆。だっと行けそうぜ、みたいな。うん。カナロワの安い馬かえって。まあ、だから中古は無理ね。カナロワで安い馬って新馬だったらもう500万からだよな。多分下でも。うん。ジ、じってね。うん。なんで、まあ、 何度も言うけど、まあ、昨日もちょっとちらっと話したけど、やっぱその、お金を出せばいい馬が買える確率が上がる。それは分かってる。ただリスクも増すんだよって。うん。社大権もそう、社大権もな前もうすべての、なんだ、オーナーさんが出してるよ、これ。うん。まあ、まあ、システムもね、俺も一回買って、 あの、悪くないなって。うん。まあまあ、こういう時代なんだろうなとは思って、お見てるけどね。そうそうそう。ーえー、そうするリスペクトってことはコスモもありなんていう。まあまあ、ありかなしかって言ったら別にありなんだけど、おただまあやっぱりマイネルかなっていう。おまあやっぱそれはまあ、何のご縁かっていうね。まあもちろん結果は悪かったけど、まあハレオから始まり、そのまで、 あの初めての調理を手にしましたと。うん、で、そして初めての草競馬は、あ,のあハレオじゃないか、あのブレスか、うん。で、初めての草競馬はハレオで出ましたっていう。やっぱこういうところに何かご縁を感じるよねっていう。うん、そうそうそう、サモに出てるけどどうですか、ちょっと見てみようか。うん。デビューできない可能性っていう、一番怖いリスクあるからねっていう。シンバはね、シンバはやっぱそういうリスクがあるから、こういう中古の方がむしろね、いいんじゃないかみたいな。そそそうそううん ハレオは未処理で一番人気になった。<laughs> あるよ、で3着だっけ。まあ、キレがないんだよね。うん。だからダートのほうがいいかな。シグくり上げダートのうがいいと思う。うん。ガルチ。うん。でああミスプロ。 ストーンバード。ああ、もうでもね、この色的には悪くないよね。おおボケが結構優秀。だったら、このニジンスキーとか俺の、俺の好みのケットはね、ニジンスキーとかストーンバードをちょっといじくる感じをボケに持ってきたかった。うん、ストーブキャット持つとか、あの辺持ってきたかったよね。うん。俺、俺的にはね。うん。っていう風にちょっと思う。 悪くはないけどね、その、なんて言うんだろう。全体のバランスとして。うん。ただ、と、こう、パンチおうパンチが欲しいな、みたいな感じは、おう思うかも、みたいな。パワーはね、十分ありそう。うアーリーダー入ってるし、まあ、ニジンスキー入ってるし、うん。で、ストンバードと、まあ、ボケの中でだけどニアリーだしと。うん。ただ、もともとボケがかなり高位置だから、グランデッツはどうなの決闘的にア。アウトクロス、これ。 ああ、いいね。うん。まあまあ、よくわかってるよねっていう。うん。なくはない。ただこれ積極的に取りに行くかっていうと、うん、まあ、グランデッタ自体どうなのっていうのが、まあ、わかんないから、リスクが高いかなとは思うけどね。うん。まあ、これを、例えばヨハネスブルグとか、そういうストームキャットとかで受けたりとか、まあ、あとはなんだろう。おおこの、まあ、二陣式系なところをね、まあ、その、いじくっていけるような、 父だったら俺もちょっと、職種がビクンビクン動いたかな、みたいな。そうそう,う。パンチ欲しいんなら、感じが読めないよ、これお感じ。なんで山。なんだよ、これ。山桜、みたいなおう。味にパンチが出ます。味の話じゃなくてねっていう。決闘の,の話ねっていう。そうそうそう。うなんで、うん、まあまあ、本当ね、そろそろまだ俺もちょっと、あの、や始まってないんだけど、 サマーセールね、この頑張っていかなきゃいけないよってことで、おおそんな中でお前、晴れお前、休んでる場合じゃねえし、マジで、みたいな。どうもってことでね、今日も馬主配信やってますってことで、うん。えジンジャーパンチっていう、それなんかな、あの、田舎で売っているなんか、あの、見たことないジュースみたいな、おー、そんな聞いたことあるわ、みたいな、そうそうそう、いうことで。最近なだから、えあ、参照ね、参照。参照はわかるよ。わかるけど、読めま読めませんね、漢字は。読めないしかけない。うん。 最近、馬乗ってないからね、俺。サマセ行くよ。うん。もうそこがもう主戦場だよねっていう。そうそうそう。アットステイゴールド。なんかそういえば、なんだっけ。母父ステイゴールドの父オルセーブルってなんかそういうのを、あの、今度やりますってなんか、どっか乗ってなかったっけ ?2×3。うお最近そういう、そういうことなのかな。俺はあんまやっぱさすがにそこまではっていうのは、 ねえ、まあ、三ヶサ三三でっていうのは、まあ、最近よくは、見ることあるけど、うん。やっぱ、馬主としてリスクでかいよね。体質が悪くなるみたいな。さも早く馬体画像、出てこないか、馬体見ないことにはっていう。でもね、結局写真とかって切れるから、だから俺むしろ血統しか見えない。うん。 マジで。そうそう。うえー、また怖い決闘やなさ。そうそうそう。だから、まあまあ、なんかそういう馬が出るらしいっていうのを、なんかニュースで見たけど、うん、そうそう。えー、去年中央デビューしたまでけるになかったっけって。まあ、ニアリーとかでね、2 ×二とかもあったりとか、うん、するのもあるんで、まあちょっとね、やっぱ体数は怖いよねっていう。うん、3 4でも結構なもんだから、うん、だそこ、どうなんだろうみたいな、うん。クリスマスっていう函館にさえ買った、 馬にオルフェっていう。あ、そうだっけそう,そうそうそう。なんかそんな感じだった。うん。なんか、あのー、まあまあステゴの2る3になるんだよね。うん。まあちょっとね、え、とどろき秘宝の1け2とか昔だってマジでっていう。おおまあちょっとやっぱり濃すぎるのは、まあその、まあ濃いっていう意味であれば、当然例えばエルコンドルパサーとか。 うあとは、フサイチコンコールドとか、もちろんダービーバーとかね、そういった大きいレース取ったままありますと。ただね、やっぱ、肩やその体質の部分、うん、の弱さのリスクは、絶対ついてもある。あと、気象なんていう。うん。背後間違えてもらるでしょ。そうなのこれ。うん。どっちがみたいな。うん。オルフェかカナロワで迷った結果、オルフェになったらしいっていう。あ、そうなんだ。うん。なんか、でも全然なんかタイプ違うんだけどね。うどん。どんな趣味思考やねん、みたいな。そうそうそう。 いやちょっとねあのあの、腰が痛いんだよ、ずっと、もうその熱のせいで、うん。だからちょっと腰をこう伸ばしてた、今。 うん、う腰が、ほんと腰が痛て痛てみたいな。そうそうそう。えー、このまにオルフェってことでね、ちょっと見てみようか。うん。コンコルドは体質弱かったもんね。弱かった。まあラブタラもそうだよね。ぶっちゃけ。うん。だからそこ、まあ走ってるかもしんないけどねっていうのは、ずっとね、やっぱ付きまとうかなみたいな。うん。そうそう,そう。えー、エイブルが活躍してるから、こういうのも試そう。うん、そうそう,そう、エイブルが確か 2×3 だよね。確か。でもその辺は狙ってるんだろうなとは思ってはいるけど、リスクがでか もう本当にクソ金じゃないと絶対無理だよねみたいな、うん、ちょっと腰痛い、すまちょっと腰を伸ばさせてくれ、うん、そうそうそう、ーえー、近親背後はみんな現役終わってから短いような命があって、まあそれはね、やっぱり、うん、血の濃さっていうのは、その、免疫のなんか低さ、うん、あるから、やっぱ雑種最強みたいな、うん、ところは、まあありますよねっていう、うん、これか。 おうまあ、ステイゴールドね、うん、これが 2×3 になるよっていう、そうそうそう、えー、MK ホールディングスエンジェルレーシングに名前書いて、あ、そうなんだ、おうまあ、ちょっと正直よく分かんないですけど、みたいなこれかな、おうまあね、まずは、ちょっと俺も馬主として、地方だけじゃなくて中央に参入するんで、まあ、この勝負服と、おまあ、松野伸一っていう名前が、まあ、世界に轟くんだろうなみたいな,な。お まあ、こっからでは本当頑張ろうぜっていう、そうそうそう、そのためにだ。まあ、いい馬を選んでいかなきゃいけないっていう中で。まあ、ちょっと反応して。そうそうそう、みんなも楽しみだろうって。その戦える場所が広がっていくのはっていう。うまあ、結果わかんない、もちろん、そのん簡単じゃないと思ってるけど。やっぱ、戦いが増えるっていうのは楽しいよねって。ドワンゴさんでもな、ニコド、ニコドーでも、ニコ生でも。 公式でも結局は地方競馬の多いでしかできませんという中で俺が先んじてお中央に行けたっていうのはこれももう事実として変わらないからね。そうそうそう。えー、ダノンバラードの3区は短距離で面白いっていう。あ、そうなんだ。うん。なんだっけ、ダノン、ダノン、なんだっけ、藤木関のダノン、ダノンヨーヨー、ちゃうな。 おやっぱ富士奇跡のインリアリティの血は必ず生きてくるから、今後の,その要は軽すぎるスピード、ケットばっかりこう飽和している状態の今、日本競馬の中でそういうパワー、万能の血っていうのはすごく大事だと思う。将来的にはスマイルホースレーシング名義にはなりませんねっていう、まあ,まあ別に会社作る作らないっていうのは、別に正直、取ってもいいから、あれは、うん。あんまり今のところね、その会社作る意味ないんだよな、それでっていう。うんえー、クリスマスにあやかって、 えー、安馬まにクリトイスってつけたから、まあ、走るかもしんないけど、あの、知善教が許さない。知善教というか、あの、なんだっけ、軽症ばかりかお。絶対通らねえよ、みたいな。うん。松本近づきないと <laughs> お。全然、もちろんね、もう、ウェルカムです、ウェルカム。ウェルカム何する何かのケイみたいなね。そうそうそう。えー、シャンティー、あ、シャンそうそう、ダノンシャンティーか。うん。あの、毎日の方。ダノンシャンティーは割と俺、ダーッとでいけると思ってる。おあの、富士議席をしっかりと母系で受けられれば、 あのー、いい馬出ると思うんだけどね、うん、安いし、そうそううダビスタの誤った知識でここまで来てしまった、バカっていう、俺ですかっていう、ごめんな、俺ダビスタ俺ダビスタで1個も G1 取れなかったからお、ごめんなってことで、うん、この競馬の知識、まあ、まああこの馬主とちの知識、経験、お は、まあ、全て、まあ、7年前、地方競馬の免許を取得してから、まあ、積み上げてきたもんなんで、はいもうそこのところ本当すみませんってことで、うん、車会ただ一人、地方から中央を目指したとこその男の名は、あそこそまるんかいみたいな。そそそうそううままあまあ地方 というか、ほんとね、あのー、まあ、お嫁さんとお会いいたのに離婚して、一人暮らし,して、地方の免許取って、そして無職になるみたいな、順番違うだろうみたいなね。おなんか、プライベートはことごとくこう、転落していくんだけども、そこで、一番庭園で地方の免許取ってお、で、こう、その地元の園田で、地元馬のね、おでそこでこ、 で、金足らないって言うからベンチャーに行き、おで、あおってくるみたいなそうそう、さっきお近づきになりたいのはフレンド申請を言いました、何のフレンドかしらみたいなね、そうそうそうだもう、やっぱり、まあ現まあ、その競馬場。 おとかで、まあ、お会いするのが一番嬉しいかな、みたいなね、は思いますよっていう、そうそうそう、うなんでまあ、晴れもね、頑張ってほしいなと、おう思うんだけども。まあ、やっぱ今年、どうなんだろうな、ちょっと見てみようか、また、うまいち。お競馬で、あ、入ってないか、う、うえっ、ー、と、うまいち、うん。ちょっとね、やっぱサマーセール、 うーん。これちょっとしっかりやんねえとなーっていう。そうそうそう。SBO が見れないんだけどなんで。え、SBO 見れるよだって。え見れないおうん。ほら。え普通に見れるよこれ。なに、なんで見れ、見れなくなくないよこれ。おうん。え見れてんじゃんビビらせんね。よん当なら時々やっぱバグるから。おうん。で、俺自分で泣きたがり直さなきゃいけないから。おうん。全然見えるよこれ。普通に。 おうどうしたみたいなそうそうそう。うええー、と、これのうん。まあ、プレミアムはないと思ったけどな、これ。おん。上場ョ検索。うん。ちょっとバンブエルル探そうか。バンブエル。おバンブエール。バンあサットか。 おちょっと、飯田先生に、一頭バンブエールは、あのー、お送りしたいみたいな。うん、そうそう。なあ、ニコナモから出てってくれないか。まあ、それになだったら、お前が出ていけっていうことで。はい、俺、毎月500円払ってるんで、すいませんっていう。うん、そうそうそう。これとかの、 どうなんだろうな、バンプウェル自体もそうなんだけど、サクラローレルって言った時点で、もう本当になんかお、やる気が全くないみたいなお、全然触手が動かないんだけどみたいな、うん、アドマイアムーン、アドマイアムーン、なんだっけ、エンドスイープか、うん、エンドスイープ、まあ悪くないけどな、ちょっとこの辺から見てみようか、おうん、母馬、うん、ちょっと見てみよう、うん、えー、松のな夢を見せてくれっていう、まあ、夢というよりも現実 うん。として、まあ、俺がちょっと JRA で、まあ、戦っていく姿を見て、おうん。馬主気分、味わってもらってくれたらいいかなと俺は思うけどね。うん。まあ、やっぱそこ、勝てないとね、意味ないから。おうん。マジで。競馬はね。おうん。2017だっけ ?16 だっけおうん。17、16? うん。え これのウィンガ・バンブー。あ、バンブーな。これもバンブーなんだ。うん。やっぱ、バンブーバンブーってね、やっぱ自家生産みたいな感じなんで。おん。これか。あれもうデビュー。え ?2017? 今年1あ、こっちでいいのか。うん。あ、まあでも一緒か。おん。これ弟どうなの走ってる結構。まだ、まだデビューしてないのか。うん。これね、そうそう。そうん。おー えー、IT ベンチャーの、ね、まあ、どんまいとしか言わうがないなっていう、うん、そうそう、うちはもうエンジニアだったらね、ぜひ、あ毎、毎、毎じまい毎分あの、募集してますよっていう、そうそうそう、うん、これちょっと見てみようか、ケット、うん、そうそう、バンブエルでダート行けそうなの、1388だっけあ、そうなのちょっと見てみようか、お、う、お、ん、まあ、ミスプロの3号か、3号はあんま好きないんだよね、これ、35、うん晴れあの、5号と全く一緒。うん。 まやっぱ44が一番いいよねっていう、まあ雰囲気だけど、うん。これも悪くないよ、だってほら。お、アドマイム、粘土スイープでミスプロだし、まあ普通にブランチタイム持ってるし、うん。悪くはない。まあいいかって言うと別にそこまで良くないけど、お、まあ普通かな、みたいな。うん。ニー先生がこれがバターがいいって言うんだったら、まあじゃあどうぞ、みたいな感じかなと思うけどね。うん。そうそうそう。なんだっけ。これか。 おこで、1388ねお。ステイゴールド。まあ、ステイゴを持ってくれば、まあ、ちょっとそのパワーは、ま、あやれるよね、みたいな。うん。そうそうそう,う。ちょっと見てみようか。ゲット。うん。まあ、3頭しかいないからね。これおうクロスなしか。お君はどこの部分でみたいな。うん。思ったのかしら、みたいな。そうそうそう。うまあ、でもふふ、普通、普通やな、普通。おうん。普通ってことで。うん。 まあ、それだったらさっきの方が、むしろ俺はダートっぽいと思うけどね。これ、こっち。こっちか。このもう一個もいいかうん。そうそうそう。バンブエルは見栄えするからしいから値段ばっか先行した。あ、そうなんだ。トレーニングセールのバンブエルのあの4000万、うん、は良かった動き。うん。賢そうだった。反応がね、あやっぱり合図を送ってからのそのキレがすごかったから、あこれ芝でもいけるわって、うん、思えるようなやつだ。まあ、それは値段つくわ、みたいな。うん。 まあ見栄えするのはね、なかなか難しいんだろうけど、まあこれ、バンブー牧場のね、もうゆかりでみたいな感じであれば、 まあちょっとバンブーバンブーでね行ってみようかしらって思うけど、まあ、正直ネタで金使えるほど余裕ないんでみたいな、そうそうそう。まあ、もうちょうんでもこのブランチタイムは、ね、やっぱりねあの心強いよ、このここに入ってるみたいな。うんまあ、ただ、サンデーが一本もないのってどうなんだなっていうのはまあ、思うけどね。やっぱサンデーは痛いだよ、本当に。うん、そこにパワーを補っていけば、まあ普通の馬は出る。 えー、3頭の中で消去法でどれもあまり欲しいとは思わない、そう、どれも欲しいと思わない、まあ、ぶっちゃけ言ってしまうと、あの、触手がびクくんびンくん来るやつはあのいません。はい。なんで、井田先生には、まあ、ちょっと忘れてもらおうかな、みたいな。うん。まあ、あの、オータムもあるからね、そうそうそう。うん。バンベエルって JBC スプリント勝ったやつだっけあ、そうなんだっけうん。まあ、俺はちょっとバ,バンベエル自体にあんまり、おあのー、知らないっていうのもあるんだけど、こん。こんな感じか、おこんな感じうん。東京、 はい。うん、クラスター。とか、うん、あ、J B C スプリントね。お、うん。まあ。実は見てないから。うん。 実は見ていいんだったらま,あまたちょっと考えるけど、みたいな。うん。こんだけ勝てたらなぁ。中央で。もうほんと言うことナッシングなんだけど。うん。そうそうそう。まあ、すごいなぁ。獲得賞いや、これ言ったらマジでかいわ。本当に。もうほんとなん何も、なんも言えねえお。なん。えなんも聞こえないってどういうことやねんっていう。もうど,どんまいだよ。うん。そうそうそう。 なあ、これまジいいわ、みたいな。おおまあバンブエーエルはちょっと難しいかな。じゃあ、毎度おなじみの、ちょっとノボジャック行ってみようか。おおノボジャック。おおもう、飯田先生お好みの二つね、みたいな。そうそうお。借金返済に消えるっていう。どういうことやんだから。もう、これ、だからその、お金、お金の部分はね、あ、一頭一頭あ、ツザグローリーか。おおっていうことは金カメ、金亀うおん。ノボジャック。とうとう一頭になりました、みたいな。うん。一時期良かったんだけどね。 おどうなんやろか。また、のりょう先生、田中のりょう先生が好きだから、おあの、あのノボジャックお、買っていくのかしらみたいな。そうそうそう。これ、うん。これかノボジャック、これ母父か。え、じゃあ出てないんだ。おあ、ほんと父が That Glory ーーで、母父ノボジャックか。うん。だ、厳しいよね、これ。もう、ととノボジャック出てこなくなったよ、これ。うん。 あとは、え、あのね、エイシンなんだっけ、あの、デピューティー。デピューティーだっけあれエイ,エイシンデピューティー。合ってるあれ合ってるかなこれ。合ってるかなこれ。おー。あ、いないか。まあ、シンデピューティーってこれ、プライベートなんだよね。種付けが。確か。うー。これ、シンデピューティー。おー。 なんでちょっとそれでみたいな。そうそうそう。ーいやー、あとなんだろう。おまあポ、もちろんね、サウスとか。でももうサウ、サウスな。どうなんだろう、これ。うわいっぱいいる。まだいるお。ラストクロップなのかな。おそうそうも,もう一人、もう一年いるのかなお。いるいる。おまあ、ハハツもいるけどね。うん まあ、名所ボーラー,、まあ、名所ー,ラーはね、去年買ったよねっていう。うん。でも、サンデー持ちのやっぱダートっていうところの方が、あとはゴールドヘイーね。うーん。もう一丁みたいな。うん。ゴールドヘイロー俺は好きなんだけどね、やっぱり。うん。そう、サウスのね、高いからね、みんな走るの分かってるから。うん。これ良いと思うんですが高いっていう。まあ、高いのは、ね、だから買えないよっていう。そうそうそう。うん、あ、でもゴールドヘイド。 結構多くないこれ、うん、ノルウェーの死に耳のあディープスカイね悪いね、うん、これ素晴らしい,はいまあちょっとこの死に耳のバックパサーをいじれる系だとなお良かったねっていうのはあるけどもお持ってたっけ、うん、まあバランスのいい血統だよね本当 そうそうそう。で、イ9、er、持ち、カーリア。まあ、これちょっとよ、よまあでも、ま、ちょっと柔らかく出てもね、この辺は。おうまあ、あの、お茶目みたいなね。そうそうそう。う結構ゴールド、んチーマゴールドヘイローあ、まあ、まだまだいるよねっていう,おう。これ、ゴールドヘイロー。うん。1、2、3、3とか。おまあ、あ、これいいよ、マジで。これいいよ。おうもう一瞬で分かった、マジで。 あ、これも悪くない。おやっぱもうゴールドエイドはそのハイペリオンだから、まず。おうこれいいよ、この2等。あとこれはゴールドエールマズる。混ぜるいまいちだね、これ。おまぁ、あ、ちょっとあの、ボケしっかり見てないからわかんないけど、いまいちかなっていう。あ、これ66だから結構前半うん。 これいいよね、マジで。うトニー・ビンね、またちょっと芝っぽいって、おい、お前、本当、バカかって言われるかもしれないけど、あるよ、マジで。おうそう死に身も高くなっちゃったもん。だ種付けの200万だもん。おまあ、恥のみんな分かってるから。そうそう。うエスパルスチームもなかなか評判。あ、そうなんだ。おうまあね、評判今、高いよね、みたいな。そうそう。うだ俺、まあ、引き続きやっぱりゴールドヘッドとかそういうところ狙っていくの、俺はありだと思うけどね。うああ、クロスなしか。うん これいいと思うけどなぁ。トニービンにファワープリンスリーギフト。これがしょぼい。マジか。これいらねぇ。相当いらねえこれ。ちょっと待ってよ。えこれ相当いらないね。なんでこんなもん持ってくんだよっていう。もう残念でならぬ。うん。なんで、なんでそういうこうなんかお、緩くなるとこ持ってくんのかなみたいな。そうそうそう。うーん。帰ってどういうことだよっていう。うん。これと おうまあ、ジャンプ機見てみようか。まあ、こっちの方がちょっとダートっぽいしね。うん。そうそう、ハチとニービンまた、ハチとニービンいいよねおう。やっぱなんか、あのー、なんていうんだろう。まあ、その古いケットだけど、可能性感じる。まあ、でも、こいつだと、あ、こっちの方が全然いい、マジで。おお、これ全然いいよ、これ。おお、まあ、ジャンプ機もトニービンだもんね。まあ、持ちだから。うん。こっちの方が全然いいじゃん、これ。マジで。 ブライアンスタイム持ってんし、うまあ、もう一本ノーザンダンサー持っちゃってるけど、うこれ全然いいじゃん。俺これ、これいったろかな、これマジでう。これ、なあ、これ悪くないよね、これ、ゴールドヘイド。うん、顔200万しないと。 本当にいや、200万しないんだっ俺、たぶん飛びつくと思う。まあヒンバだしとか、ほ見て。うん、ね。<ー>まあ、ちっみたいな感じ。なんだったら、ちょっとあれなんだけど、これ、普通にいいよね。おん。マジで。おん。まあ、まあ、ちょっと短距離っぽいかどうかって、ちょっと微妙なとこあるけど、悪くないよなっていう。うん。そうそうそう。あれ、でもまあ、まあ、スピードの部分か。確かにな、でもちょっと。うん。 まあちょ、できれば、まあこのミスプロをうまく使いたかったよねっていうところはあるから、まあまあちょっとその、パッと見、パッと見では、まあ、なくはないよねみたいな、うん、感じは、まあするんだけどね。そうそうやっぱり、まあ俺的に言うとニアリ、うん、ニアリクロス狙っていきたいから、まあやっぱその、 あの、プロバイドが一番やっぱ走ってるよねっていうところって、まあ、当時はね、俺も勉強不足で、たまたまっちゃたまたまなんだけど、まあ、ミスワキとシーキングザゴールドが、もうバチーンってかのなんていうのニアリーをはばったっていうお、もうあれに尽きるよねっていうお、そうそうそう、なんで、やっぱそこでかいよねっていう、ここな、うん。なんで、それがま、あ全然ないんで、こいつには、うん。 まあそう,そうなると、ちょっと若干微妙っていう感じはするけどね、そうそうそう、えー、なんでヒンバー、ボバよりかな,かなり安いのっていう、まあ身体能力、それはもう人間も一緒でしょっていう男女で分けて、やっぱ女子の方が短距離とかその、まあ、あの走る力っておあの低いよねっていう、そうそう,そう、まだ臭いだけのほう、どういうことなの、臭いだけって、だからインターネットだからこれ、伝わったらもうそれでノーベル賞みたいな。うん そうそうそう。なんで。まあ、どう見るかだよな。パケットがなくなっちゃうから、毎年、この時期って。うもうちょっとどっかな。なんか、あのー、インターネット、なんか無料で使っていいですよ。多分、ドコモショップとか多分いいと思うんだけど。ドコモショップに、あのー、ちょっと入り浸って、もうそこで調べまくるみたいな。 一日いるみたいな、多分ドリンクとか飲み放題だから、あそこ、多分、まあ、なんか言われるかもしれないけど、いや、一応客なんでみたいな、おうちのお母さん、どこも20年使ってるんでみたいな、おもうそれで普通にいけると思う、マジで。うん。まあ、オールドヘッもちょっときついかなぁ。ただね、やっぱそれなりにそのを広げてかないと、当日、やっぱり買える間がいなくて、本当厳しくなるから、うん、そうそう、う、え、ん、ー。前姉がオタムセル291万、あ、そうなんだ。まあまあ、いい、いいポイントなんだよね。うん。 これね。うーん。ま、ただただ、なんて言うんだろう。うん。なんて言ったらい,いのかわしはなんだけど、これからないまま。うん。あるだろう、みたいな。そうそうそう。うん、これあ、これ645。すげえな、これ。うん。こっちか、こっちか。うん。で、338万。で、成績は多いか。あまあまあ、でも悪くはないよね。頑張ってるかも。やっぱ短距離に出るんだ。うん。そうそうそう。え、買う。 馬を選ぶ配信率っていうあの、まあ、買うってう、あの、倍の方だ。つば見て、で、しかも流れで買えるかどうかって用意して、よーってことでねお、なかなか難しいよねっていうのがあって、まあ、あの検討会とか全然やりますよっていう、うん、まあ、いうことでね、まあ、今日も、まあ、今日はか、うん、ちょっとまあ、俺自身が熱発、まあ、まだ今も微熱男児なんだけど、まさかその熱発が、えー、うちの馬、ハレオに移っちゃいましたってことで、はい、ハレオ今週ね、出走予定だったのに、 えー、残念ながら、まあ、出走できずということで、まあ、今週は5号だけで、まあ、頑張っていこうと思いますってことで、まあ、多分土曜日、うん、あの、配信できるんで、まあ、そこで、えー、まあ、リアルタイムに、うん、まあ、晴れ、あの、5号のお、応援をしていこうと思いますと。皆さんもよかったら、あの、遊びに、まあ、応援しに来てくださいと、は、いう感じで,ということで、ツイッターでの情報を流してますんで、よかったらフォローしていってくださいね。